張ってる感じするんですよね。突っ張ってるっていうか、はい、首肩も、はい、もう徹底的にやってほしい。徹底的に、はい。はい、皆さんこんにちは。出会うは重症の患者様、絶対治療テレビのゆうきです。皆さん暑くなってきましたけど、夏バテとか疲れとか溜まってないですか？患者さんの体のことを考えて室温上げてるんですけど、そうなるとですね、動いてる僕はいつも実はかなり暑くて汗だくの状態でやっています。今日の方はやっぱり外とかで仕事していて、だいぶ暑いし疲れもすごいっていうことでお越しいただいています。はい、では今日お越しいただきました片桐さんです。お願いします。お願いします。はい、なんか2回目の施術ということなんですけど、はい、前回やった時、外のすねだったかな、それをやってもらったんですけれども、うん、だいぶ楽になったんですけれども、はい、今度内側が内側が出てきて、はい、張ってる感じするんですよね。突っ張ってるっていうか、はい、そこを取ってもらいたいのと、はい、首肩も、はい、もう徹底的にやってほしい。はい、もうすぐ夏に向かうんですけど、暑くて京都が30度近いです。そうそうですね。そんな中でやってるっていう重労働、重労働をやってて、冬も冬で寒いんですか？冬も冬で寒いです。どうしてもその職場が雪国っていうか豪雪地帯なんで、福井のってあっちですね、山の方というか勝山っていうめちゃくちゃスキー場とかがあって雪めちゃくちゃ降るんです。夏暑く冬寒いみたいな、大変すぎるとかやってますね。このラインかな、このライン、うん、あーもう内側がだいぶ、はい、うん、これ何してるとやっぱり一番気になります？一番多いのはしゃがんでる時とか、あ、はいはい、タイヤ持ち上げたりとか部品持ち上げたりとか、やっぱ車って細かい部品の集合体なんで、はい、もちろん軽いものもあれば、はい、やっぱ重いものもあるんで、あ、うん、まあ、結局鉄なんであれも大変な仕事とか終わった後って、うん、車の中とか入ったらもうなんかめっちゃ疲れとか、もうあ、そんな感じ、あの、こんなんです本当にもう、だって運転でそっからまたこっちまで結構距離ありますか？距離あります。30キロありますか？長い家に帰るまでが仕事です。確かに、いや、本当その通りです。姿勢のチェックしてから、じゃあ、はい、やっていきたいと思います。はい、はい、まあ、内側は確かに張ってるのが、まあ、立った時にやっぱり見た目で分かるんですけど、重心的に、まあ、まっすぐというよりはちょっと内に絞ってる分、内すねとかに来やすいかなと思います。腕めちゃくちゃ使ってるのやっぱ分かりますね。横からちょっとみんなと一緒に確認しようかなと思いますけど、なんかこう腕構えてますね。普通もうちょっとこっちの肘が伸びててこうなってるんですけど、なんか力入ってるっていうか、こうまあこういったところから首肩やっぱり上がってきて一緒に疲れちゃいますね。足の骨格とかも整えて、はい、でやっていこうかなと思います。1ミリ単位の精度でやっていきます。はい、まあ、ここは足の、ね、こうすると分かると思うんですけど、はい、まあ、これでね、どこが硬いかがちょっと分かるんで、この木の棒で押していきます。はい、まあ、これですね。はい、いやー、これ痛いと思います。まあ、僕の感触としてはなんか硬い針金みたいなのをこう押してる感じですね。はい、でこれが効くと思います。でこういう強さでこういう硬さのところが出せると、はい、最初じゃないだけあって嫌な予感を感じられるっていう、あの前回のことがあるんで、なんだろう、浮かぶ感じです。嫌な予感的中絶みたいな感じです。はい、まあ、全然力入れてないんで、あの場所が合ってるから痛いっていうだけで、全然筋肉痛めるような強さではないです。柔らかいところでこの力でやると、はい、何これっていうくらい多分物足りない感じ。はい、まあ、ここら辺の柔らかいところだと、まあ、こんな感じなんで、あ、もう全然問題ないです。はい、問題ないです、はい、痛みようがないですけど、はい、まあ、ちゃんと見極めて触ってるレベルでこんな感じになります。もう汗がすごいんですよ。暑さでの汗じゃなくて、暑さじゃなくて油汗なんですよこれ。
足首じゃあこれでどうですか。ちょっとこっちちょっとしっかりやったんですけど、だいぶ楽でした。この感じ、張る感じがなくなりましたね。ですね、なんか力抜けてるのが、はい、わかります、はい、こうね、リラックスしてベッドに沈む感じが出てるので、はい、うん、良さそうです。やっていきますけど、まあ首肩が症状ですけど、まあ、腕とかのから来てるんで、もうコリコリっとした感じがありますね。痛いけど、うん、なんか知らない間に求めてますよ。これ求めてくれてますから。まあその後のスッキリ感がやっぱり、うんうん、全然違いますね。全然違うんで、はい、一回経験すると、まあ、やめられなくなる。カッパエビセみたいな。鍼灸とかもやったんですけど、うん、全然もうなんか改善っていうか全然しなくて、上田さんと出会ってでやってみたらはるかに結果が違ってたんで。ああ、そうなんですね。はい、やったりですね。で腕もやります。マッサージとちょっと違うんですよね。点で一点を、うん、一番硬いところを、はいはい、そこだけ押すっていう感じです。全然捉えていく。ああ、捉えてます。どうですか、右の方やった方は。はい、だいぶ楽になってます。楽になってますか。はい、はい、じゃあ次この首の後ろ、まあスマホとかやってるとみんなもね、あの首の後ろとか硬いと思います。この後頭下筋群っていう後ろのこう首の、まあちょっと大事な筋肉を押していきます。はい、この横にもう一個あるのがちょっと硬いのが分かってて、そこも押してあげます。まあ首なんで繊細な筋肉が本当に軽く触れてるだけ、うん、です。ここのね、上もあるんですけど、あ、これは痛いかなってところ。ちょんまあちょっとこんだけ、いや疲れてるからですね、これ。 OK、はい、はい、じゃあ仰向けで、はいはい、枕取ります。はい、まあ、普通は切って言うとこっちの奥なんですけど、まあ、ここは段ともない感じで、はい、どっちかというとこの大胸筋とか胸の筋肉の延長。ここで終わりです。はい、僕何したんすか。なんかね、別に悪いことしてないのになんでこんなに硬いんだろうみたいな。うん、ベッドに吸い付いてます。うん、力抜けてますね。力抜けてます。うん、やっぱ楽そうという。はあ、でしてみてみます。はい、どうですか、疲れの感じとか。もうなんか晴れやかです。すごい自然と晴れてるっていうか、はい、自然と体が起きて、はい、晴れてますね。なんかで腕の力とかも抜けてる。もうすごい抜けてます、うん、なんか腕が後ろに行ったんで、はい、うん、体の前の方にあったんですけど、すっきりしました。すっきりしましたか。はい、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。はい、なんかカメラマンの福岡さん、汗めっちゃかいてるんで気づいたんですけど、撮影してる時のライト、これめちゃくちゃ暑いですね。